2004年の受賞者、ノーマン・フォスターのロンドン、スイスリ最保険会社ビル1999年の受賞者、フューチャー・システムズ、ローズ・クリケット・グラウンドのメディアセンター・スターリング賞は、王立英国建築家協会による建築の賞。賞の名前は、ジェームズ・スターリングに由来する。スターリング賞は、年に一度イギリスで最も優秀な建築に贈られる。 ショーは1996年に創設されたが、イギリスで最も栄誉ある建築ショーと見られ、文学におけるブッカーショー、美術におけるターナーショーなど他の英国国内のショーと同様に注目されている。授与式はテレビ局チャンネル4で放送され、ショー自体は歴史ある週刊建築士、アーキテクツジャーナルの提供を受けている。スターリング章の選考過程では、 RIBA から賞を受けた数多くの建築の中から6つだけ候補が選ばれ、この中から1件の受賞作が決まり、その建築家に賞が贈られる。RIBA は各年高い建築の水準及び地域の環境に相当な貢献をした建築に多くの賞を贈っており、2003年には70前後の建築が RIBA から賞を受け取っている。同様に、 その年に RIBA の賞を受けた建築の中から7つの賞が贈られている。2003年の例では、スティーブン・ローレンス賞、RIBA ・クライアント・オブ・ザ・イヤー、RIBA ・ジャーナル・持続可能賞、クラウン・エステート・建築保存賞、アーキテクツ・ジャーナル・ファースト・ビルディング賞、アダプト・トラスト・アクセス賞となっている。他、ありがとうございます。